絶対に会いに来てください。お疲れって夜勤中あやちゃん、今日で9連勤終わり、今日だっけ。うん、お疲れ様、頑張ってて偉いよ。今日マジで暑いね、めっちゃ暑いね、めっちゃ暑いね。今日で終わりか、頑張ろう。気が向いたらポチポチするかもです。わさっぴさん、わさっぴさん待ってますね。船降りてる、船降りてる、7月降りてたらもう絶対に来てください。これは来るべきです。今日の夜勤終われば終了。すごい、9連勤とかすごすぎる。サロンちゃんって今日も可愛い、大好きで嬉しい、ありがとう、来てくれて。おなちゃん、関空日帰り旅 with そらちゃん、そういっぱい今日乗っけてくれてて嬉しかった。やっと写真撮り慣れした、およかった。カナルカのマスヤサラのグチコルミサラのツイッター&インスタグラムフォローミーテレマカシー。うん、今日はもう暑くて暑くてびっくりしてます。プレゼン褒められた、すごっ、先生に。それは日焼け大丈夫って、なんかさ、やっぱちょっと焼けてる気がするんですけど、まあ思ったよりって感じですね。大丈夫そうかも、でもなんかちょっと焼けたかもしんない。うん、お話し会までにプレゼントを受け取っていただかないと話すネタがないです。え、受け取りたい。7月、あ、待って、お話し会までってどっちのお話し会かな、どっちだ。でも会いたい。うん、お話し会までに受け取れるかな、受け取れるかも。うん、受け取れるかもしんない。うん、もしかしたら明日は温泉、あ、温泉入りに行ってきます。それがいい、いいいいいい、温泉ゆっくりしてきて。やっとジョイフルも行けたのって、ソルちゃんには馴染みの店。うん、めっちゃね、ジョイフルとかもう何十回も行ったことあるわ。あのゴブ天がおすすめなんだけど、食べてくれたかな。コケッピさん、ヤッホー、かわいい髪型、嬉しい。 ALT の先生すごっ、どこの方それは。今日も綺麗、やった。レッスンの時は受け取れないんでね。そうなんよね、そう、レッスンではね、受け取んない、受け取れないんですよ。劇場公演に出たらね、受け取れるね。めっちゃインスタの DM 送っちゃってごめんね。うん、全然。そう、やっぱお返事はできないけどさ、みんなそういうの全部目通してるので、見てるので、そう、何でも送ってくださいね。海鮮いいね、エビ、エビかな。ジョイフルナルタオのイメージ、ええー、そうやっちゃう。ジョイフルはね、特に九州なんかな、九州の人にはめっちゃ馴染みあると思う。そう、写真送ったら反応してくれるのって。写真、そう、なんか反応とかできんじゃけど、そう、見れますよ。うん、あ、ストーリーとかやったらタグ付けしてくれたらめっちゃ見ます。うん、ごぼう天、そう、ごぼうの天ぷらじゃない、ごぼうの唐揚げ、ごぼうの唐揚げ、ごぼうの唐揚げ。ジョイフルって、ちょっと待って、ジョイフルってホームセンター違うよ。ね、うーん、東京で言ったらデニーズ、デニーズとか、デニーズかな。
サイゼリア、まあそんな感じ。この間さ、めっちゃ長い DM 送っちゃって、文字制限、文字制限とかあると恥ずかしくなって送ったと取り消した。送ってよ、送ってよ、それ。じゃあもう一回送って。本社って置いてあっちゃう。確かに置いたにも多いイメージありますね。見てくれてるのかなって思ったらすごく安心感あった。嬉しい。そう、読んでるよ。そう、やっぱお返事できないのはね、ちょっとあれなんですけど、本当に。でも読んでるので、皆さんなんか書いて、やっぱさ、書いて伝えてさ、とかさ、言って伝えてとかさ、そう、ショールームで話して伝えて、ちょっと気持ちが楽になることだって多分あると思うからさ、そう、そういう相手になれたらいいなって思ってる。ちょっとマジで可愛らしい女の子だか、ふわふわみたいな文章送りますね。全然何でも送って。エビも食べる。サービスエリア、夜の好きなの分かる。待って、サービスエリアめっちゃ好き。なんならサービスエリア巡りとかしたいぐらい好き。そう、この間ね、お友達ともサービスエリア行ったし、そう、結構行くの好き、ね、ファミレス大好き。あ、ファミレス、そう、ファミレスですね。でもデニーズとかサイゼリア、私デニーズ行ったことあった、一回あったわ。あ、違う、デニーズ行ったことないです。ジョナサンには行ったことあるけど、一回。まあそんな感じ。ファミレス、ごぼうの唐揚げ、ごぼうの入ったさつま揚げじゃなくて、ごぼうの唐揚げ、ごぼうが揚げてあるやつが美味しい。送った後ツイッターもインスタも静かだったから、光りすぎて関係終わったのかと思った。なわけないよ、そんなことしません。サービスエリア楽しいよね。楽しい。サービスエリア巡りね、楽しいよね。あ、だって海老名サービスエリアってさ、あのあれ、ユーカリンが行ってたとこ、学生しんどい。なんか始まったばかりでね、あれはきついね。おじさん一人ではなかなかファミレス入りづらい。え、待って、そんなことある？ない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 。ファミレスってね、ファミリーレストランの略よね、きっと。でも全然そんなことない、一人で行ける。あ、って言っても一人で行ったことはないかもしんないけど、行ける。お話し会までにプレゼントの仮装ね、受け取りたいよ。メロンパンが有名やっちゃう。メロンパン、何メロンパン。久しぶりに可愛いお顔見れた、嬉しい、ありがとう。そう、最近静かでごめんねそう、最近はおばあちゃん家に行ったりとか、そう、いとこのお家にお泊まり行ったりとかしてて、なかなかね配信できてなかったんですけど、今日は久しぶりにみんなと話して楽しいです。よく一人で入りますね。大丈夫よね。そうよね、私は入ったことないけど、まだ。確かにサービスエリアめっちゃ人気。ソラノちゃんのおかげで頑張れる、マジで嬉しい。いつも映像倉庫のライブ映像でソラノちゃん見てる、嬉しすぎ。あのさ、あれだよね、あのこの間熊本ツアーの自分らしさ、眠っているよりものとこ載せてくれてたの、めっちゃ懐かしすぎて続きが見たくなっちゃった。あれフルで見たい
じゃあ今年の目標、そんなことない、もうなんならじゃあ7月の目標にして、うん、残念なことに口内炎できたからガッツリ食べられないのきつい。メロンパンきつくない？メロンパンきついね。それ昨日出かけして空の日記あげたかったけど、まだ持ち運ぶ生写真準備できんかった。全然あの生写真そう届いてからでいいし、なんならそう届く前も普通に文字だけで全然何でもいいよ。お仕事あったこととか何でも書いて。さやちゃんのそれ好きなに？それって最近は面白いサービスエリアを。面白い？どういう？自分らしさ熊本ツアーのやつ初めて、うん、見た日からずっと好きなのって。歌詞も空のちゃんの歌い方も全部好き。え、嬉しい。そう、あの熊本ツアーの自分らしさはユニットやっちゃけど、そのんのんさんとみじゅとユニットで3人ユニットで、そうあの3曲あって、そう私がそう、あ全然あったっちゃけど、で生意気リップスをおみじゅとして、自分らしさとあのこれなんだっけ、あのなんだっけなんだっけ題名、ゾンビのやつで、私が自分らしさのセンターをそうさせていただけた曲。そうずっとすっかり忘れてた。ちょっとしっかりみんなその2期待ってますよ。何でも待ってる。読みながら食べるし、あ、痛みながら食べるしかない。確かに塗る薬買ったんだけど患部につけてるのずれる。うわ確かにずれそう。セーラーゾンビかな。そうセーラーゾンビはね、おみじゅがセンターだった、うん、そう。え嬉しい、とても嬉しくなったの私って。嬉しい嬉しい、ありがとう。そう自分らしさ、しかもめっちゃいい曲で、そうしかもなるさんの大好きな曲らしくて、そう嬉しかった。馬券いいね。その日記あげるけん楽しみにしてて、もう楽しみにしてる。そして私もそらのちゃんに DM 送る。嬉しい、待ってるみんな。2番の歌詞がマジで泣ける。2番の歌詞今聞いたことないかもしんない。あ、塗るじゃなくて貼る。え、ちょっと待って、ぬ、あ、え、あ、貼る薬、うん、ごめんごめん、書いてたね。パッと読み出ちゃったわ。この間愛と好きになったきっかけを長文で、うん、送ったのですが、いつかもう一回 DM 送ります。待ってる待ってる、もう全然長文でも短文でも何でも嬉しいので、私に送ってください皆さん、ありがとう。え本当にね、なんかさ、たまに送ってくださる方とかいるじゃないですか、長文とかで。私めちゃくちゃね嬉しいんですよあれ。なんかさ、そうお手紙、お手紙気分だから、そうめっちゃ嬉しいです、うん、そう。口内炎治してください。口内炎ってさどうやったら治るんやっけ。口内炎待つしかないかな。いや口内炎痛いよね、わかる、めっちゃ痛いと思う。お宅の友達にえって言われたから消してしまった。消さんくていいのに。久しぶりのパッと見ハッシュタグさんの日記、ちょっとそれはあの SNS に書くもんなんです。ビタミン補給、あそうかも。ビタミン剤、ビタミン剤がいっちゃう。じゃあビタミン、ぜひビタミン C とか。あまり送ると何何何何と思った。え私全然逆に送ってほしい派よ、うん、そう送っ
ってほしい派なので。待って、近くにいる友達と同じ色の振りを同じ色の振りをしていきながら本当は違うなんて心の中で叫んで苦しかった。2番の最初、待って、近くにいる友達と同じ色の振りをしながら生きながら本当は違うんだなんて心の中で叫んで苦しかった。でもそういうことってあるよね。すごい、なんか重い女ですがよろしくお願いします。全然重くない、うん、そうね、ビタミン C とか。飛行機さんアバター変わったよね。変わったよね、緑やったよね。サウナ日記あげてみた。あ、楽しみ、後で検索する。嬉しい。みんなぜひサウナ日記始めてくださいね。まだの方は何送っていいのか、うん、悩んで夜しか眠れない。ちょっと寝れてるね、それは。どうしようかと思ってる。え、本当に本気で何でもいいよ。サウナ今日これ食べたよとか送ってくれてもいいし、写真付きでも写真なしでもいいし、あとアクスタどっかに連れて行ってくれたら、それ今日はどこどこに行った来たよみたいなでも嬉しいし、何でもいいんです。文だけでも写真付きでも嬉しいです。ソラノンの飛行機を乗せた。ソラノンの飛行機面白いな、楽しみにしてるわ。もう日記感覚よ、みんな。日記日記日記書いてください。うん、そう、私は空の日記を見ることと、そう、みんなが送ってくれたメッセージとかを読むのが日課だし、なんか元気の源ですね。そう、それでも自分らしさを大切に足から踏み出そうってのがすごく良き意味が深い。すごい、自分らしさいいね。自分らしさ私も大好きなんです。うん、交換日記はないよ。そう、もう一回で宮崎旅行して空の日記で載せたして、待ってるわ、いつか。うん、全部届いてるんで皆さんからのメッセージ。うん、楽しみにしてるんだ。そう、ツイッター開くと、そう、サラの日記始めてからツイッター開くとね、ハッシュタグサラの日記って検索するのが日課になってる。あとは、メンションしてくれてたりとか。メンション合ってますか。なんかカニ食われた、かゆいって。カニ刺された、かゆいね。あ、お話し会の第一次お申し込み29日当選、嬉しい、会えるね。そう、29日と30日、パシフィコ横浜で会えるので、皆さんよかったら来てください。よかったら絶対に来てください。裏もサラの日記書くの毎日楽しい、嬉しい、そうやって言ってくれて、なんか毎日の楽しみにしてくれたら嬉しいなってなんか思いますね、私も。自分見失いそうになった時、うん、いつもサラノちゃんが歌ってる自分らしさ聞いてる。何、なんていい子なの、嬉しい、優しいね、ありがとう。なんかでもそうやって、そうね、そういう私の歌ってるとことか踊ってるとことか話してるとことか、そう、メッセージだったり、そう、そういうのでなんかちょっとでも元気にできてたら嬉しいなってそう思う。さの刺された歯、あ、食われた歯、刺
された派やな。ゆうちゃんハートありがとう。私定期的にそらのちゃんがお誕生日をお祝いしてくれた配信を見てニヤニヤしてます。かわいい、かわいすぎる、嬉しい。こんばんは。もう熊本ツアーとかめっちゃ懐かしい。私熊本ツアーめっちゃ楽しかったんですよね。うん、桜の木になろう、桜の木になろうでしたよね、歌ったの。のね、ペンライトがね、もう真っピンクで、ピンク全部ピンクでめっちゃ綺麗だったのが懐かしい。チュース太郎か派ですって寝ちゃった？あの関西だね、めっちゃ関西。1時間ぐらいしようかな、1時間ぐらいはしようと思ってる。とりあえず1時間に教えて。いくつもの未来が広がっているよ、どれを選ぶか決めればいい。君は君らしく夢のゴールへと向かって歩こう。うん、懐かしいな。よく行くスーパーにヨーグルッペ売ってて、行くと必ず買う。お、味3種類あるよって。お、何種、何、普通のやつと何やろ、何がある。え、何が定番、何が定番、みんなの中で。お店によってね、売ってるやつ売ってないやつあるよね。ツアーファイナルの最強ツインテール、懐かしい。あれ懐かしい、めっちゃ同期みんなで練習したよ。あれはスタジオ借りて練習したりした。うん、おはそらの用のスクショ、いいか、今日 NG にしようと思ったんですけど。ありがとう。取れたかな。カズトさん、かわいい、ありがとう。あ、取れた、ナイス。最近ヨーグルッペ飲んでない、飲んでください。ヨーグルッペね、夏めっちゃいいと思う。うん、こんばんは皆さん。普通のやつと桃か、ヒューガナッツ。ちょっと待って、桃とヒューガナッツ言おうと思った。普通のやつしか飲んだことない。そう、私も普通のやつが一番好き。うん、ヨーグルッペライト、 SOSO さん、ハートありがとう。あ、ペットボトルね、ちょっとヨーグルペライトやない。昨日のプラメ2つ目衣装の自撮り写真、昨日の2つ目はちょっと待ってくださいね。昨日何送ったっけ。昨日の2つ目、愛知道の自撮りね。あの新しい衣装のやつ、
学校に置かれるようになってから毎日飲んでる。かわいい。なんか嬉しい。みんなさ、宮崎県に、私だけやなくてさ、宮崎県に反応してくれてるよじゃん。それが嬉しいです。私3個まとめて買った方が安いからいつも3個買ってる。おお、そういうのあるがね。あるよね。あるある。ちなみにあれですよ、スーパーとかにはね、あれがある。あのヨーグルペのさ、こんな中パックじゃないですか。あの普通の味が、あれ何個入ってるんやろ。ワンケース箱で980円とかで売ってたりするんよね。カルピスのオレンジ&マンゴーに反応したのもうマッキーってかわいい。嬉しい。ヒューガナッツとノーマルしか売ってないのさ、悲しいけど嬉しいって。いや、ヒューガナッツ売ってんのすごいよ。うん。ね、ワンケース欲しいやろ。よく買ってた。12本かな。え、12本かな。ね、12本かもしれない。12本か24本か。あ、じゃあ12本。え、12本。え、どっちやろ。まあどっちかです。もっと入ってた気がするけど。こんなにマンゴーソフトクリームあるので仕事帰りに言って、うん、食べてみようかな。食べてみよう。ヨーグルペ探すの大変なんで、ワンケース送ってくださいって。送りたいぐらいに本当にみんなに飲んでほしい。いつ宮崎フェアが終わるのかわからないか、その日記にヨーグルペ映らなくなったらさしてね。あ、え、宮崎フェアやってくれてるの。嬉しい。大学で何。神じゃん。好き、その大学。今マンゴーのコロロあったら買った。コロロって何やっけ。グミ。ヨーグルペなかなか売っちゃうん。え、そういえばさ、あのね、この間行ったの幕張メッセにさ、あ、ちょっと写真送っちゃらんっけ。まだ写真撮ったんですけど、ちょっと写真撮ったっちゃけどさ、冷蔵庫じゃない何やっけ、自動販売機、自販機、そう、自動販売機にねヨーグルペが売っちゃって、なんか嬉しかった。あ、両日楽しみ、会える、いっぱい来て。100均にもライトの方売ってる。あ、それはあれやろ、ペットボトル。美味しいよね。紙パックもない？ 1 リットルのやつ。ふるさと納税でマンゴーをもらうかずっと悩んでる。もらうべき。太陽の卵やろそれきっと。私たちも行ける自動、あ、自販機って。あ、でもね、メンバー楽屋の方やから。でもファンの皆さんが行ける方にももしかしたらあるかもよ、分からん。ファンの皆さんが行ける方は行ってないな。宮崎フェア神やん。何、夏が来たから。ヨーグルペの自動販売機あるって、2月のグループ話し会で聞いた。そうやっちゃう。ヨーグルペ食べてる空のほぼ赤ちゃん。ちょっとヨーグルペ美味しいよ。1リットルない？ 1 リットルもね、紙パックであるんや。そう、あとかね、カンカンじゃない、え、カンカンかな、あれカンカンの蓋付きのやつで、あのソーダ、ヨーグルッペのソーダとかあったりする。ソーダあった気がするな、うん。あ、ファンの方にもヨーグルッペあるってよ。スクール神ですよ。なんで最近全然見かけんくなったって。スクール、夏はスクールよ、炭酸で言えば。
ジにも会えん。そう、ジョージバイバイしてきた。悲しい、ジョージ持って帰りたかった。なんかね、いとこちゃんに弟が、いとこちゃんの弟が、そう、UFO キャッチャーで撮ったんやって。あれ、そう、まるまるくんが撮ってくれたみたいな言って、じゃあちょっとまるまるくんにもらっていいか聞こうって言って、それで、聞いたら、うんって言われて、でも持って帰らんやった。そう、ソファーへ置いてきた。いつも売ってるコンビニヨーグルトライトかスコールになってたって。ヨーグルトかスコールライト最高やん。高校の周り行かなきゃないのかもって。ああ。ジョージ嬉しい。そう、ジョージ。ジョージ、いとこの家でずっとジョージ膝にいたわ、私。テレビ見るときも、ずっとソファーに座ってるときずっとジョージ。可愛かった。やばい、なんか爪の間から皮出てきて痛い。なんかたまにない？痛いんですよね。ハサミで切る後で。お風呂上がりは牛乳じゃなくてヨーグルト。そう、まさにそっちの方がいい。なんかヨーグルトの方がね、いいよ。爪の間から皮分からん。ちょっと見せたくないか見せないですけど、皮痛いやつ。爪の間なんていう？一番端っこ。お話し会に燃えて、結婚でも会えるから2週間連続会える。お、嬉しい。そっか、8月5日ですもんね。みんな当たりましたか？それ剥いちゃう。そう、でもさ、剥いたらさ血出るやん。あのジョージの中でもとっても可愛かったね。わかるわかるわかる。なんかさ、ジョージの、なんかさ、ジョージに限らずさ、なんかさ、お人形さんってさ、まあこんなこと言うのあれですけど、お人形さんってやっぱさ、顔が可愛い可愛くないあるじゃないですか。そう、でもあのジョージもマジで可愛かった。サウナの配信終わったらパシオコの2時申し込みプチル。嬉しい。みんなたくさん来てください。いっぱい会いたいです。うん、みんな絶対来てね。手のひらに乗るサイズになるけど、お猿のジョージぬいぐるみのポーチブックっていうのがある。何それ、ポーチブック、何それ、気になる。痛いよね、わかる、めっちゃ痛い。しかも人差し指って。ごめん、猿のバカだ、充電器さしてなかった、ごめんなさい。もう一回刺しますね。はい。7月29日。お、嬉しい。待ってる待ってる。来月会える時まで髪の色落ちそうで無理。青？青やったよね。たまに消えるけど自分だけ。ごめんなさい。消えてるのかも。しんない。ごめんね。今さらなんだけど、足の裏に取れてました。あ、あれね、取れた。なんか次の日にね、めっちゃ頑張ったら取れた。うんうん、こんばんは。飲んでる？コメント見るとき目を凝らすときがあるけど、目悪くなったの？え、全然悪くないよ。で悪くないよ。あ、緑になっちゃった。お、いいじゃん。そう、安心した、よかった、ありがとう、心配してくれて。
めっちゃ歩いたかったんですよね。でも撮った後ねめっちゃ痛かった。なんかやっぱり昼にグミしか食べてなかったから昼ご飯グミになったってかわいいグミ。チーム K のファイナルコン当選嬉しい。近くでソラノに会えますように。会おうね。来月久しぶりに話せるから楽しみ。嬉しい。いっぱいに来て。ソラノ日記用のソラノアクスタ届きました。嬉しい。シゲオ00を待て、シゲオ007さんありがとうありがとう。嬉しい。何のアクスタ？とりあえず私は会える日まで、うん、テストとレポート終わらせまして頑張るんだ。結構サラちゃん推し当たってる方いるね。え、当たった方手を挙げて。29、30の話し会とチーム結婚賛成します。嬉しい。賛成します。嬉しいよ。当たった。お、ナンさん、はやぶさ、ウランちゃん嬉しい。みんな早速さ、インスタのストーリーにサノニキの人嬉しい。ありがとう。チームメイト、チーム4、ちょっとわさぴさん、チーム K はどうされたんですか。ゆうちゃん、お、俺も行くよ。嬉しい。ヘデリンゴさん、ファイナルコン、そうファイナルコン、ぶっちゃん、はい、結構当たってない。めっちゃ嬉しい。結構当たってる。しかもさ、倍率めっちゃ高かったよね。わさっぴさん、ちょっとハテナですけど、皆さん、わさっぴさんは A と4ってどういうことでしょうか。立ち見エリアだったからきっと近いだろう。お、嬉しい嬉しい嬉しい。え、6名ぐらい当たってる今んとこ。教えてくれた方は嬉しい。 K と4、え、 K と4倍率高かったの。ええー、そうやっちゃん。え、 B やなくて、私 B が高いって想像したよ。 B と A とか特に B はさ、そうユキリンさんがいらっしゃるじゃないですか。そうだから、そう、めっちゃ強そうって思って来れない、悲しい。 K もあるね。ちょっと当ててよ。もうないん、当てれるやつない。うん、立ち見やけど足痛くなりそう。そうね、確かに。 K と4、お、トメさんも嬉しい。増えた。じゃあ結構当たってる。奇跡が起きたら行きますね。え、絶対来てね絶対来てください。集中講義前なのでエネルギーを吸収しに行く。嬉しい嬉しいな。え、 K と4の倍率高いんや。へえ、 B じゃないんですね意外と。A と B とかじゃなくて K と4なの。嬉しい。え、 K と4は回避してどういうこと。来れんってこと。悲しい。 A と4行くから近くにいるので。え、 A と4でも B と K だよ同じ日。一緒におらんやん。え、嬉しい。ブンブン回すって、ブンブン回して。シゲオ007さんありがとう。ハート嬉しい。みんなぜひうちわとか持って来てください。あ、みんなあれ、コンサートのグッズ大丈夫でしたか。間に合ったかな。その日はうちを絶対に持っていく。嬉しい。絶対に持ってきてね。うん、声枯れるくらいコールします。嬉しい。たくさん呼んでください。一日空いてどうしようかと。ちょっと悲しいの。
チーム系用のうちは、あ、お披露目、初お披露目、嬉しい。あ、土曜日のいる仕事、悲しい。うちは目立つといいな、探すね。Google Pay 久しぶりに買いました。 Google Pay 久しぶりに買いました。待って、 Google Pay って何やっけ。あのラスコンのうちは何何何持っていけないから悲しい。ん？デコレーションの音？おお、嬉しい、ありがとう、嬉しい。夏だし、推しタオルもかけていく。嬉しい嬉しい。皆さんぜひタオルとかうちわとか持って楽しみましょうね。うん、こんばんは。うん、今回からチケット、電子チケット、あ、電子チケットなんや、すごいね。じゃあ QR コードピッとかするんかな、みんな。嬉しい、うちは持ってきますって嬉しいよ。今年の夏いっぱい思い出作ろうね。うんうんうん、しげおさん、ハートありがとう。久しぶりに充実した夏になる、嬉しい。8月4、5、6、たまたま東京にいる、いる？来てよ、来てよ、来てよ。え、もう終わっちゃった？一般とか。来てよ。確かにスマホの充電大事。みんな、あの、モバイルバッテリーとか持ってきてね。しげお007さん、ペンライトありがとう。10月になったら押し始めて1年経つ。押し始めて1年経つ。そっか、そうだね。嬉しい。あっという間。うん。ありがとう、見つけてくれて。あ、そっか、そうだね。お話し会もみんな携帯かざしてるじゃない。あの、スタッフさんに見せてますもんね。カズトさん、ありがとう。ミラーボール、あと ZEP だからドリンク代必要じゃないかなって。あ、ドリンク制なんだ。サーちゃん見つけてよかった、嬉しい。そうやって言ってくれてありがとう。わさっぴさん、ハート、ありがとう。この前お話し会、さらちゃんがスタッフさんの認証待ちしてるのをなんかじわったって。そう、よくしてますよ。600円やって、ドリンク代。紙のチケットが懐かしい。どっちが嬉しいんですか。でも紙の方がさ、保存できるよね、写真撮れるし。なんかライブ行った感あるくない？みんな的にはどっちがいいかな。電子の方が楽とか、なくさんくて楽とかあるかな。人生で初めてこんな推しに定期的に会えて幸せ。え、嬉しい、嬉しいよ、そうやって言ってくれて。あ、交通系 IC チャージする方。え、そうなんや。ドリンクってヨーグルトあります。あってほしいけれどもなさそうですよね。わさっぴさん、ハートありがとう。髪がいい、やっぱ髪がいいんか。エイトが出たフェス入った時はキーホルダーもらえた。エイト、髪だね。絶対髪がいいって、公園と同じようにしてほしかった。あ、そうね、残るもんね。紙のチケットは思い出になる。そうだよね、みんな。みんなさ、紙のチケットってさ、なんかさ、フォルダーに入れたりしてさ、大切に持ってるんですか？
キーホルダーというかペットボトルが止めれるやつ。え、何それ、ペットボトル止められるやつってどんなの。いいね、なんかめっちゃ使い勝手良さそう。チケット全部取ってる、嬉しい。紙の方が、あ、電波問題ね、そういうのもあるね。初逆上がりのチケットちゃんと残ってる、嬉しい。初逆上がりってさ、待って、そっか、10月16だっけ。アルバム入れなきゃって思ってるけどまだ放置してる。そんなこともあるよね。紙のチケットは思い出になるのです。すいません。いや、そりゃそうよ。うん、え、16やない、15ではなくない。取っ手出しの写真と一緒に保管してるって、いいね。 AKB のライブチケット全部取ってある、嬉しい。え、そうよね、10月16よね、16デビュー日。私の人事異動で新しい職場着任式と同じ日やったか覚えてるって嬉しい。16日、あの時右にいたさんボタンを私は探してる。え、誰ですか。めっちゃ微笑ましかった、優しい目で見守ってたのが、ええ、どなたですか。うらんちゃん顔ちゃんと覚えてるかな。ウランちゃんの隣にいた方いませんか。おそらく私の知り合いです。だって、誰誰。僕は今サーチャーのチケットホルダーに、うん、いろんな公演のチケット挟んで、お、嬉しい。持ち込み余裕で終わってた。ちょっと会いたかった、会いたかったよ、会いたかった。だってせっかくね、8月5日いてくれるのに。悲しい。もう再販とかないんかな。あったら来てね。ウランより身長高くてソロンちゃんのうちは持ってた。お、ウランちゃん何センチ。行ってもいいのかなって。待って、このルームにいる方、いらっしゃる方かな。え、どうだろう、どうだろう、行っていいのか分かんないのか分かんない。初日の日福井に行きました。なんだと。やっと仕事落ち着いたからコメントできるって、ありがとう。去年のサンリオピューロランドのエイトのライブチケットを知り合いに見せたらよく入れたなと驚かれるって。確かにあれ、何人入れたんやろ、キャパ少なかったよね。167.8cm より高いって。再販なさそう。うん、かまち、奇跡を起こしてください、皆さんの力で。 167.8cm、 ちょっと待って、めっちゃ高くない。待って、10cm 高いって、すごっ。いいね、今年8の日ないのが悲しいね。私もそうなんだよね。なんか毎年8月8日はってね、8に入ってからずっと思ってたから、寂しい。めっちゃソラノちゃんを見守る視線が可愛かったの覚えてる。すごい嬉しい。どなただろう。僕はチケット番号がどうなるのか早めに入場したいって。確かに。あ、あとはだった、ごめん、僕はじゃなかった。キムが生まれた755の意味、嬉しい。なんか嬉しい、そうやって言ってくれると。そう、なんか私755めちゃくちゃたまにしか、そう、返さないですけど、めちゃくちゃ読んでるし、なんなら毎日
それに元気もらってるので、みんな逆にありがとうです。なんかさ、インスタのあのコメントあるじゃないですか、よくみんなやってるやつ。私もあれやりたいんですけど、やったことなさすぎて、一回もやったことないよまだ。がなんかもうなんか恥ずかしくなってきちゃった。なんかどうやったらいいんやろって。まだやったことないよね。ウランは恥ずかしくてスケッチブックしか見せられなかった。懐かしい、かわいいよ。そうね、ピューロランドも東やったもんね。そうね、マザッピさん。朝の挨拶が嬉しいの？ありがとうね。あ、しっかり撮影タイムさの収まってる。嬉しい。何の曲？昨日は逆上がり公園入ってきた。キャプテンが半端なイケメンで大の字にこけてた。こけたん？かわいい真中さん。755皆さん待ってますよ。9割が立ってる。どなた？なんならウランちゃんのお顔が分かればね、言ってくれそうですけどね、その方が。そのうちの生誕祭いつか決まったらにおわせてね。におわせる。7月にできたらいいな。7月かな。でも私、匂わせるの下手くそそうだから、なんかどうやって匂わせようね。絶対来てね、みんな。お話し会の当選順調、嬉しい。みんな来て。ピューロラーの虹日本でのラブラドールレトリバーの歌うサロンの可愛さ絶品だった。嬉しい、ありがとう。お顔かわいいおじぼただったよ。だって男性ですね。じゃあ男性 167.8cm 以上。お前それ男性ですよね。ウラちゃんが高いのよ。男性の方ですね。嬉しい。でもさ、私のうちは持ってくださってたんよね。嬉しいな。めっちゃうるうるしてたかった。ちょっと自分で言ってよ。ハッシュタグサラの日記のツイートサラの見てるの。もちろんです。なんなら私毎日の日課になってます。楽しみの一つ。ありがとう。あ、こんな素敵なファンの方に愛されてる。さあ、めちゃん幸せ者だなってその時思ってた。嬉しい。なんかそうやって伝えてくれてありがとう。何驚きのことって。
すごっ、映像見ただけでフリアポジション全部覚えてる。すごすぎん？すごいね、真ん中さん。すごすぎる。全部頭で覚えるタイプなのかな。でも私も動画を何回も見ないと、そう、映像何回も見ないと覚えれないです。うん。今ドボンキョンちゃんと本人対戦した。お、すごい。そうだ、ドボンね。あ、もう1時間経っちゃうかな。今日ドボンしながらやろうと思ってたのに話に夢中だった。昨日墓上がり公園ではチンポジだったけど、初めて昨日踊ったらしい。すごくない？すごい、それすごすぎる。え、そう、84曲ぐらい。そう、やばいよね、本当に。本当にやばいですよね。4月は本当に頑張ったと思う。 Perfume さんは振り入れの時間に覚えるってこと？すごい。 2,3 回やりましょう。そうですね、じゃあ 2,3 回やります。今日、今からドボン、音出しで 2,3 回やるね。初めて負けた。え？あなたの負け。そうよね。あれ、勝ったって言った？負けたって言った？ありゃ。エゴサに引っかからないようにね、着替えてみようかな。帰って帰って。もうあの時のサラマちゃん、本当に本当にいつも以上にたくさん輝いてた。嬉しい、ありがとう。あ、1時1時間ありがとう。じゃあ3回したら終わるね。いきまーす。誰もいないかも。いつか劇場で見れますよねって。青はね。ここが痛い、わかる。この飛び出てるとか。嬉しい、嬉しい。ちょっと待って、ドポジだとでも一緒に出れなくなっちゃうから悲しい。でもそっか、2ポジションあるってことは出れますもんね。痛い指が。取りたいけど血は出てほしくない。そっか、3ポジション。そうだ、すごいね。すごすぎる。毎回さ、不安になんないのかな。すごい。シノ、ハートありがとう。じゃんけんいつもチョキで勝ってるよって。じゃんけんいつも私グーで買ってないっけ。あ、え、じゃあ私いつも負けてたんかな。勝ってると思ったけど。
尺。あ、ちょっと取れた。誰もいません。もうクーラー入れてますか？まだです。でもね、本当に入れないとやばい暑さ。とりあえず画像送ってきました。嬉しい嬉しい。うん、ありがとう。あ、715嬉しい。ありがとう、みんな。え、なんかさ変わった、画面が変わってる気がする、色が。これラストですよ皆さん。誰もいませんでした。いませんでした。あ、ワイヤー分かった。ピン。最後は間に合いませんでした。ごめんなさい。早かったかな。受ける時でいいよ、全然。ありがとう。あ、ドボン。最後、うん、今日は関東ではめちゃ暑かったって。もうね、宮崎県もやばかったですよ、なかなかの。お手上げフラバイ、どんな曲？よし、じゃあ皆さんランキング読んでいきたいと思いますよ。今日も対戦できなかった。いや、それはもうツイッターかどっかに書いてよ。嬉しい、ありがとう。やばい、画面がめっちゃ熱い。大丈夫かな。13位、今夜が山田さん、ミスさん、のまさん、ありがとうございます。12位はギャルサットマーク、7連射さん、ありがとうございます。11位は、しげお007さん、ありがとうございます。10位は、ソウスイさん、ありがとうございます。9位は、つづぽんさん、ありがとうございます。8位は、かずとさん、ありがとうございます。7位はキーちゃんとマーク、グーマニアさん、ありがとうございます。6位はブーちゃん、ありがとうございます。5位はサタンさん、ありがとうございます。4位は SVS さん、ありがとうございます。3位はピンクのクマさん、ありがとうございます。2位はワサップさん、ありがとうございます。そして1位はナートマーク、サラちゃん大好き、第1回アクスタ旅楽しかった。嬉しい。じゃあ第2回もあるんかな。嬉しい、ありがとう。はい、じ
ゃあ皆さん見てくださってありがとうございました。手上げララバイララバイ、スクショください。ありがとう。はい、ということで左目でウインクできるかな、ね、右の方が私できるんですよね。そう、うん、そう、左目あんまりかも。はい、ということで皆さんありがとうございました。今そう、6月30日までなので、そう、お話し会の申し込み皆さん最終受付なんで、皆さん絶対に来てください。待ってます。うん、たくさん会いたいな。両目でウィンクですか。まばたきやないか。はい、じゃあみんなお話し会待ってるね。みんな今度ラーメン食べに行くときそのアクスタ持ってこ、嬉しい。行って持ってって、もうなかなかのリクエストしてくるよね、両目でウインクなんて。そういうとこもいいですよ。じゃあみんな今日もゆっくり休んでください。そう、暑いからみんな熱中症に気をつけようね。ね、じゃあじゃんけんしましょう。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんブン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 。本気でさ、バイク乗りたいんやけどさ、もう完全にさ、バイク乗る季節じゃないよね。もう本気でどうしようってなってる最近。みんなありがとうございます。今日も見てくださって。そうね、みんな、あと水木金と頑張りましょうね。そう、暑いやん、どう考えても。しかも焦げちゃうじゃん、丸焦げになっちゃう。しかもここ焼けるよね。ヘルメット焼けはちょっとやばいから。北海道でバイクでもさ、北海道やったらさ、道分からんやん。やっぱ道分かるとこがいいな。バイク暑いやろ、通勤暑いよね。しかも長袖長ズボンやん。いや、乗り方覚えてるけどさ、でもさ怖いよね。そう、走ったらねいいけどさ、走るまでがね、止まったら暑いよね。そう、ヘルメット暑そう。まずバイザーってここ？乗りたいなーって。そう、再教習？悲しい。でも一回行きたいなーって思ってますけど。でもさ、乗れんかったらめっちゃ恥じゃん。やだやだ。でも安全のためには行きたいよね。北海道はほぼ一本道。じゃあどっかにたどり着ける。でも帰れんかもしれん。じゃあ皆さん休みましょう。寝ましょう。さあ、もう今からお風呂に入って寝ますね。じゃあみんな今日も一日お疲れ様でした。バイバーイ。おやすみなさい。ありがとうみんな。おやすみ。